こんにちは、A 太郎です。現在青森県青森市 JR 青森駅周辺に来ています。今回は4月26日に開業した JR 青森駅東口ビルを開業翌日に訪問した動画です。アンドラビナという商業施設や市民美術館、青森の縄文遺跡群を発信する観光施設が集まっています。開業当日は1300人の行列ができたということで、かなり注目されているという印象です。この動画を見ると青森駅東口ビルがどんな駅ビルか分かります。動画の後半では青森駅周辺に1年前に開業した商業施設3の現在の様子も見ることができます。ちなみに僕は青森県の景観を中心に投稿しています。ドライブルートも含めて独自の視点で投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずはじめに青森駅前を一望できると期待している展望テラスに行きましょう。今回ラビナというすでに営業している商業施設の方向から歩いているんですが、アンドラビナの顔となる前面をカメラに収めるためあえて遠回りをしています。ラビナとアンドラビナは隣同士にあるので、最短距離を行けば1分もかからずアクセス可能です。青森駅の表記が漢字ではなくひらがななのも趣を感じる演出です。今一瞬画面に映りましたけど、アウガと呼ばれる商業施設だった建物もあります。だったという過去形なのはアウガは失敗と揶揄されているようで、かつては若い人たちのたまり場のような商業施設でした。オフィスビルのようにも見えますが、7月にはホテルも営業を始めるという10階建ての駅ビルです。動画では普通に歩いてますけど、訪問した前日は1300人が並んだそうです。ポスターには東北初出店、青森初出店など訴求ワードが並んでいます。それでは3階のテラスに行きましょう。エスカレーターは普通のものです。後ほど紹介する3はエスカレーターの動線がおかしいという口コミが絶えないレイアウトなのをよく覚えています。青森ベイブリッジやアンドラビナの北側と東側にある商業エリアがよく見えます。開業当日は入り口から弧を描きながらベイブリッジの下まで行列を作ったということです。特にフォトスポットとして宣伝しているわけではないようですが、皆さんカメラを取り出しています。アウトドア用品、グローバルワーク、スタンダードプロダクツ、パック。アウトドア用品店、グローバルワークの服やダイソーブランドの雑貨やバッグを売る店の4つが入居しています。ダイソーブランドのスタンダードプロダクツ以外は東北で初めて出店ということです。工事中につき立ち入り禁止。3階には青森駅との連絡通路が通っていました。青森駅につながるの？ラビナとの連絡通路は工事中ということです。9時まで。駅ビルの4階にはジョモジョモという青森の縄文遺跡群を学べる施設があります。エレベーターを降りるとホテルのフロントと思われる入り口がありますが、こちらは7月のオープンです。7月11日オープン予定。
ちらからどうぞご入場ください。はい、どうもお金がかかるのかと思ったら無料で見ることができました。オリジナルのカレンダーもいただいています。同じフロアには移設して開業したという美術館もありました。ホテルが入ることを見越して10階まであるんだ。1階です。 First floor 上に参ります。 Going up。 2階にトイレがない。あるのは1階と3階か。特に目当てのテナントがなかったので一周して出てきました。サイゼリヤは青森の他の自治体ではすでに何店舗か展開しています。アンドラビダの外に出てみます。西口と接続する自由通路が一番人の通りが多いという印象です。写真を撮影している人もかなり多かったです。こちらからは入れませんか。さっき入ったテラスが外からどのように見えるのか気になるので見学してみます。ボーパンサミット、なんか聞いたことあるな。1年ぶりに3に来てみました。アンドラビナの前とは歩いている人の数が全然違います。閉店直前というのもあるんでしょうけど、だいぶ人の数が少ないです。4月28日交通規制。唯一無二の3生誕祭第1弾。営業は20時までですが、19時を過ぎると上のフロアに行くことができないそうです。どれだけ探してもエスカレーターが見つけられなくて、1階の飲食店の従業員に聞きました。グリーンコスメティックガーデンというコスメ店が東日本で初めてオープンしています。バス待合室、こんなのできたんだ。おお。青森新町ザ・グランドミッド。こちらの3もオープン当日は当時の青森市長もテープカットに訪れていました。1年経ってどういう状況なのか気になるところです。夜のアンドラビナに来てみました。時刻は20時前後です。1階の飲食店以外はほぼ閉店する時間ですが、買い物や飲食というより駅自体を利用する人もいるので人通りが結構あります。
はい、最後に今回のおまけです。夜の動画で恐れ入りますが、アンドラビナが介入をする2ヶ月前の姿をカメラに収めていました。所用のため夜の9時台に訪問した時の様子です。コンビニや深夜営業の飲食店くらいしか行く場所がないのもあるのか、人の数もまばらです。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。